宝太山御子と長寺は、静岡県袋井市にある高野山新言宗別格本山の寺院。次号の御子と長寺よりも、三号の宝太山の名で広く知られている。演州三山の一つ。本尊は、聖観音。薬除け観音として知られ、薬除け団子が名物となっている。御子と長寺の航空写真。再建中の本堂が見える。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成今度五種鈴左から宝種鈴、三古霊、東鈴、独古霊、五古霊薬除け団子時典によれば、人気2年、聖武天皇の命により、大悲観能王林の聖地を探し求めた行記によって、混流されたという。中世以降、守護大名今川氏の被護を受けた。天正18年、 豊臣秀吉は当時の事業として205国を安堵。この205国は歴代徳川将軍によっても安堵され、幕末まで維持された。最盛期には64のシーンを有し、近世にも12のシーンが残っていたが、これらは明治時代までに全て廃絶している。江戸時代後期の火災でエガランを消失し、現在の本堂は1983年に再建されたものである。 自社での場合、初詣シーズンは2時間以上の渋滞ある。駐車場は有料。演習散々。ありがとうございます。